こんばんは、ハムオです。今回は美化金的考察、水着ヘレナを引く人必見、あれが必須ですっていうところでお話ししていこうかなと思います。今回は水着ヘレナについて、キャラ考察をしていこうかなと思います。いつも通りキャラ考察は、ちょっと時間長くなるかなと思うので、それぞれ YouTube のチャプター機能で飛べるようにしておくので、気になったところだけ見てもらえればなと思います。では早速ステータスを見ていきます。公式読書のものになってます。HP5700 ぐらい、魔力が1500ぐらい、素早さ92ぐらいっていうところを見てもらえればいいんじゃないかなと思います。次、耐性ですね。斬撃、射撃、魔法耐性が、高くて、打撃がマイナス 10% ってところですね。基本的に公式同行者のキャラクターが装備している召喚獣は耐性に振られてないことが多いと思うので、おそらくデフォで射撃耐性が30なんじゃないかなとは思ってるんですけど、デフォルトで射撃耐性30ってめちゃめちゃ高いので、もしかしたらエウロペにすでに15振った後なのかなとは思ってます。ちょっとこの辺は僕水着ヘレナを引いてないのでちょっと確かめられなかったんで、すいません。次、武器ですね。エルブングローブですね、今のイベントクエストで入手できる武器かなと思います。グローブの2個目の武器になってて、精神貫通率アップってところで汎用性があって良いかなとは思います。ただライトニングとかユーアルのように、限定付加能力とかがないので、そういう最近の武器からしたらちょっとだけ見劣りするかなっていう印象はありますね。続いてトラマスですね。なんて呼ぶんだろう、わかんない、なんとかの髪飾りですかね。 HP、 魔力、精神、クリティカルが上がるステータスになってて、ステータスとしては、特に触れるところはないですかね。素早さ上がってほしかったなぐらいかな。トラマスのアビリティとしては、魔法の脳殺術かな。3ターン自身を中心とした範囲内の味方に魔法攻撃時1キラーアップってところで、使用回数2回、範囲高低差1なんで、割と使いやすいかなとは思うんですけど、正直このトラマスをつけるぐらいだったら他につけたいトラマスは山ほどあるって感じですかね。続いてサポアビとマスアビですね。サポアビは今回のオリジナルのジョブで2つあって、魅惑のマーメイドと気高き情熱ですね。正直なんだろうな、今までの直近のキャラクターと比べると、若干だけマイナス要素が目立つかなとは思ってます。魔力大幅アップは非常に嬉しいんですけど、 HP がダウンするっていうのは結構痛いかなと思ってます。かといってね、これを外すかっていうと、ってところもあるんですけどね。で、気高き情熱も素早さが上がるのはめっちゃ強いんですけど、正直精神が上がっても今の環境物理環境だしな、精神貫通めっちゃしてくるしなみたいなところがあるので、正直ここが範囲耐性とか単体耐性とか、その辺の方が良かったなっていう感じは否めないですね。マスアビとしては、いつものプラス、魔力プラス 10%、 魔法攻撃耐性貫通プラス20ってところで、ちょっと控えめではあるのかなとは思います。次、リアクションアビリティと LB ですね。リアクションアビリティは、魔力依存のアイコンはついてるんですけど、攻撃タイプ区分が書いてないので、おそらく無区分の攻撃になるかなと思います。なので、耐性で防げない系ですね。なのですごい強いかなとは思いますが、先制反撃ではないのでそこだけ注意って感じですかね。リミットバーストはもう事前情報から出てるんであんまり言わなくてもいいと思うんですけど、めちゃめちゃ強いですね。シェル解除プラス範囲攻撃耐性ダウン後、魔力依存ダメージの大っていうところなので、めちゃめちゃダメージは出るかなと思います。リアクションアビに関しては確かに無区分攻撃は強いんですけど、ちょっと打たれ弱いみたいなところがあるので、パラディンガードの方がいい場面の方がちょっと多いのかなとは思ってますね。では水着ヘレナの強いところを見ていきます。ありとあらゆる貫通を兼ね備える、必中ガッツ解除など優秀なアビリティ、魔封建されない技を2つ所持っていうところですね。順番に見ていくんですけど、まずありとあらゆる貫通を兼ね備えるですね。水着ヘレナに関しては、魔力依存の魔法攻撃、雷属性っていうのが、メインの攻撃手段になってます。魔法攻撃以外は多分ないと思うので全部魔法攻撃ですね。ということは相手の精神、魔法耐性、雷耐性っていうのが重要になってきます。水着ヘレナに関しては、精神貫通、魔法耐性貫通、雷耐性貫通すべて、兼ね備えているので、相手が、どれを持ってようともある程度貫通して攻撃をしていけるってところなので、これに関しては優秀かなと思います。続いて優秀なアビリティってところなんですけど、メイン技の攻撃技、この4つですね。どれもかなり強いアビリティになってるかなと思います。一応左から順番に見ていくんですけど、ひし形でガッツ解除しながら、
ストップってところなので、もう正直めっちゃ強いですね。かつ水着ヘレナがフェイスは高い状態なので、割とこれでワンチャン全員ストップとかしたらもうほぼ勝ち確って言っていいぐらいだと思うので、めちゃめちゃ強いですよね。で次、魔力依存のダメージ&必中かつ、回避率ダウンってところで、まあ、どんだけ回避嫌いやねんっていう感じがしますよね。なんで光回避とかにはかなり強いんじゃないでしょうか。で次がサマードレインですね。十字の範囲に魔力依存ダメージ中でかつ必中で与えたダメージ一部吸収ってところで、これも結構かゆいところに手が届くような技ですね。リミットバースはさっきも説明したんですけどめっちゃ強いです。しかもこれらのアビリティすべて無詠唱なので、詠唱短縮の神明石とかバルファーレとか、まあ、その辺がすべて不要になるってところも強みの一つかなと思います。そして最後、魔風剣されない技を2つ所持ってところなんですけど、このリフレクのアイコンみたいなのがついてるアビリティは、セリスの魔風剣だったりとか、あんま使われないと思うんですけどナイアのリフレクとかで、反射されるんですけど、サマードレインと、まあ、リミットバーストに関しては、魔風剣されないものになってます。まあ、もともと属性相性が良いので、まあ、セリスはそこまで怖くはないと思うんですけど、たとえセリスがピン刺しで刺されてたとしても、まあ、このサマードレインとかリミットバーストを優先して打つと思うので、割となんとかなるんじゃないかなってところですね。続いて水着ヘレナの弱いところを見ていきます。 HP が低め、防御面が使用者次第、サブが難しすぎる、意外と火力を出しにくいっていうところですね。こちらも順番に見ていくんですけど、まず HP が低めってところですね。まあ、厳密に言うと HP が低いっていうのは、魔法系のキャラクターと比較するとそこまで低くはないんですけど、やっぱり全体として比較すると HP 低いっていうのは、まあ魔法系全体ではあるんですけど弱点かなと思います。よくいる魔法キャラクターの基本の HP と比較すると、まあ、別にそこまで低いって感じではないですね。まあ、黒バラのヘレナとサーダリの HP がやっぱちょっと高いってところが目立つぐらいで、まあ、特に水着ヘレナの HP が低いってところはないかなと思ってます。一番 HP のステータスが近いのがマジンフィーナなので、マジンフィーナのまあガチな装備と比較するとこんな感じですね。一応僕が持ってる中でそれなりの装備をつけたマジンフィーナで、まあ、HP が6900ぐらいになるので、まあ、水着ヘレナに関しても同じぐらいの HP にはいくかなとは思うんですけど、やっぱり、単純な HP だけで考えると、まあ、7000は若干心もとないかなとは思いますね。8000ぐらい欲しいっちゃ欲しいですね。続いて防御面が使用者次第ってところなんですけど、水着ヘレナって、防御系のバフがほとんどないんですよね。メインアビリティには、ガッツ、リレイズ、バリア、単体耐性、範囲耐性のバフなどが一切ない状態になってます。一応サブジョブをパラディンにすることで不滅の闘志が使えるので、まあ、ガッツは使えるようにはできるんですけど、やっぱりこの辺のバフとかが一切ないと普通に打たれ弱かったりとか、まあ、タンクに巻き込まれて普通に範囲攻撃でやられるっていうところが、まあ、簡単にできてしまう、まあ、いわゆる昔のキャラクターっぽい感じですよね。っていうところは明確な弱点かなと思います。さっきの HP の比較の時に出した他のキャラクターと比較するとやっぱりその辺がすごい手薄なんですよね。マジンフィーナは範囲耐性とリレイズがありますし、ラナンは物理バリア、サーダリに関しては全属性耐性かつ範囲耐性のバフがあったりとか、まあ、マス浴びで範囲耐性とかもありますし結構硬いんですけど、水着ヘレナに関してはまあ、その辺のものがないし、リリーズとかガッツとか保険になるものもないし、マス浴びサポ浴びで単体耐性範囲耐性っていうのも漏れないので、普通に HP が低いかつ打たれ弱いっていうのが、まあ、もろ弱点としてあるんじゃないかなと思ってます。正直、直近のコスト100のキャラクターで、まあ、この辺のバフが一切ないっていうのは正直ちょっとびっくりしましたね。次、サブが難しすぎるってところで、まあ、正直すごい強いサブジョブが2つあるので、いい意味でサブを迷うんじゃないかって思っていたんですけど、まあ、実際に蓋を開けて、各アビリティを見てみると結構悪い意味で悩むんですよね。まずメインジョブのサブジョブには、貫通バフがあるので、これが正直水着ヘレナにはほぼ必須なのかなと思ってます。水着ヘレナに関してはリミットバーストを除くと基本的に相手の耐性を下げたりとかできないので、貫通のバフはやっぱり使っておきたいんですよね。攻撃区分に関しても全て魔法攻撃なので、サーダリみたいに、まあ、射撃の魔法が使えたりとか、マジンフィーナみたいに打撃の学者の落眼球が使えたりとか、
まあそういう感じで2種の攻撃区分を使えるみたいなところはないので、やっぱり貫通バフは欲しいんですよね。ただこうすると防御面がかなりしんどくなるので、サポートが必要になってくるんですよね。で、同じくサブジョブを白魔導士にすると、まあ回復系の魔法とかプロシェルが使えるようになるので、ある程度防御面をしっかりできたりするんですけど、どうしても貫通バフがなくなるので、まあ、火力面だったりとか、プロテスシェルの、まあ、ムーブ調整っていうのが難しくなってくるので、ちょっと扱いづらくなる気がしてるんですよね。で最後にサブジョブをパラディンにすると、不滅の闘志が使えるので、ガッツがあって強いんですけど、まあやっぱりサブパラディンのガッツは1回しかないっていうのと、サブシロと同じく貫通系のバフが使えなくなるので、まあ、火力が下がるってところがちょっと問題かなと思ってます。で最後、意外と火力を出しにくいんじゃないかと思ってます。すいません、ちょっと時間がなくて、検証まではできなかったんですけど、さっき説明した、水着ヘレナ、魔力依存の魔法攻撃、雷属性の攻撃なので、まあ、精神、魔法耐性、雷耐性っていうのが重要になってくるよってお話をしたんですけど、まあ、これはもちろん間違ってないんですけど、実際には、ここに書いたような、魔法バリア、仏魔バリア、シェル、単体耐性、範囲耐性っていうのも重要な要素になってきます。水着ヘレナの攻撃を、まあ、軽減するパラメータを左にバッて並べるとこんな感じなんですけど、まあ、それぞれに対してコメントを書いていくとこんな感じですね。精神に関しては、精神貫通が武器と神明石で漏れはするんですけど、アビリティで精神貫通を上げたりとか、サポアビ、マスアビでないので、まあ、最大でも精神貫通は30までしかいかないんですよね。武器で20、神明石で10ですね。あ、一応、神明石をマジックにすると、さらに10ぐらいは漏れるかな。で、魔法耐性に関しても、基本的にはマスアビと、神明石だけなんですよね。サブをメインジョブにすることでさらに魔法耐性貫通上げれるんですけど、まあ、サブをメインにしないのであればマスアビの20と神明石の10の、まあ、合計30のみって感じですね。なので精神と魔法耐性貫通はできるんですけど、直近の、まあ、最新キャラクターと比べると貫通力は、まあ、そんなに高くはないのかなって気はしてます。でここからが結構きついんですけど、まず魔法バリアに関しては、バリア破壊もないし連撃もないので結構積んでますね。アタセラとかライトニングとか、まあ、ああいう感じで仏魔バリア持ってるキャラクターに対してはかなりダメージを抑えられてしまうかなと思ってます。続いてシェルに関してはリミットバーストで、まあ、一応破壊はできるんですけど、まあ、1回しか使えないってところと、まあ、タンクに座れる可能性も高いので、まあ、この辺は結構厳しいんじゃないかなって思ってます。まあ、初手は、かなり強いんですけどね。で同じく雷耐性に関してもやっぱりメインジョブのサブアビリティを使うことで貫通可能になるので、そのアビリティを使えば強いとは思うんですけど、基本的にはそのアビリティを使わなければ貫通は一切できないので、雷耐性が厳しいっていうのはそんなに変わんないのかなと思ってます。続いて単体耐性、範囲耐性に関してなんですけど、まあ、一応リミットバーストで同じく範囲耐性は下げれるんですけど、やっぱちょっとと意外に火力を出しにくいのかなとは思ってます。回避に対してはすごい強いと思うんですけどね。で、弱点克服方法ってところなんですけど、こんな感じかなと思ってます。HP がやっぱり魔法系で低めなので、それに関しては、まあ、レズニックとかシャルロットみたいな、まあ、ヘイト管理とかヒーラーのサポートっていうのがやっぱり必要になってくるのかなと思います。で防御面が使用者次第ってところなんですけど、まあ、同じくこれもレズニックによる物理バリアだったりとか、まあ、ゾンビマスク、黒バラのヘッドドレスといったトラマスをつけることで、まあ、改善する必要があるのかなと思ってます。でサブが難しすぎるってところなんですけど、まあ、確実に星3を狙うのであればサブパラ、火力重視ならメインジョブがいいんじゃないかなと今の段階では思ってます。で最後、意外と火力を出しにくいってところなんですけど、貫通を盛りさえすれば火力はちゃんと出ると思うので、きちんと精神貫通、魔法耐性貫通を、まあ、武具だったりとか神明石で盛りつつ、可能であればサブジョブをまあ、メインのものにしてしっかり貫通のアビリティまで使うようなムーブにするっていうのが重要になってくるかなと思います。サムネイルにも書かせてもらったあれっていうのは、まあ、もうご存知だとは思うんですけど、こちらですね。レズニックとゾンビマスクと黒バラのヘッドドレス、まあ、あと一応シャルロットもかなと思ってます。やっぱり水着ヘレナが、まあ、自分のバフとかサポアビに一切防御系がないので、やっぱりその辺は補助をしてあげないと、簡単に範囲攻撃でやられちゃうのかなと思ってます。レズニックで物理バリアを付与したりとか、
まあ、回復バフを叩いてあげる、シャルロットで、まあ、タンクによるタゲ取りで、まあ、水木ヘレナを守ってあげるみたいなところもやっぱ必要だと思うし、何よりゾンビマスクかヘッドドレスのトラマスは絶対につけるべきだと思うんですよね。まあ、むしろそれがないとなんかもうワンパンでやられかねないかなと思っているので、この辺は必須になってくると思います。一応かなり強い組み合わせもできるかなと思っていて、水着ヘレナのサブを、まあ、さっきも言ったんですけどパラディンにして、まあ、レズニックと、ゾンビマスクを使うと、水着ヘレナ一応1戦目だけではあるんですけど、ガッツ物理バリアリレイズっていう、まあ、超しぶとい高火力アタッカーっていうのも実現できるので、確実に1戦目、まあ、誰が相手だろうと絶対に星3取るぞみたいな、そういう立ち回りはできるかなと思ってるので、まあ、この辺は面白いかなと思ってます。で、雷パーティーに入るかどうかってところなんですけど、まあ、正直今はどうなんだろうなという印象が強いかなと思ってます。水木ヘレナの強みと弱みを考察した上でどんなパーティーで使うかなって考えたんですけど、やっぱりシャルロットは欲しいかなと思ってて、まあ、3番目としてレズニックで耐久するのか、ライトニングで仏魔にするのか、ラナンで魔法2にするのかみたいなところがあるんですけど、まあ、正直どのパーティーもめっちゃ強くなりそうとは、個人的には言えないのかなと思ってます。やっぱり雷属性は雷射撃のイメージも強いですし、7月のマップもめちゃめちゃ強かったりしたんですよね。もちろん、射撃キャラクターっていうのは結構マップに左右される部分があるので、まあ、狭いマップだと、全然使えなくなるみたいなところはもちろんあるんですけど、それでもやっぱりこの3人がめちゃめちゃ強いので、水着ヘレナが出たからといって、じゃあライトニング全く使わないか、フェデリカ全く使わないのかってなると、いや、そうじゃないかなっていうところがやっぱ大きいですよね。で、雷属性のビジョンカードっていうのも考えたんですけど、まあ、そもそも雷属性って属性 VC が非常に少なくて、他の属性に比べて不利なんですよね。かつ、少ないながらもあるんですけど、やっぱり物理系のビジョンカードが多いので、まあ、ラナもそうなんですけど、魔法系の雷属性のビジョンカードがやっぱ少ないので、活躍は非常にしにくいのかなと思ってます。いつも通りだったら出たキャラクターに対する、まあ、ぴったりなビジョンカードっていうのが、まあ、次の週に実装されるんですけど、まあ、直近出たURのビジョンカードが、いわゆる属性 VC からジョブ縛りみたいな感じになったんですけど、今度のヘレナ用の VC が出るとしても属性 VC じゃなくてこのジョブ縛りになる可能性が非常に高いので、まあ、そうすると雷パーティーでじゃあ使えないじゃんってなる可能性が非常に高いので、まあ、ビジョンカードで今までテコ入れみたいなところもあったんですけど、まあ、正直それも望み薄かなと思ってますっていうところを踏まえて、じゃあ水着ヘレナを引くべきかってところを考えていくんですけど、まあ、この4つを持っていないのであればスルーは確定でいいのかなと思います。一応理由としてはやっぱり最近は物理環境なので、やっぱりその魔法系のキャラクターが大活躍するっていうのは結構厳しいんじゃないかなと予想してます。魔人フィーナとかサーダリとかに比べると防御系のバフだったりガッツリレイズとか、まあ、その辺がないので、かなり打たれ弱いと思いますし、魔人フィーナとかサーダリーですら射撃キャラクターの目の前だと一瞬で溶かされたりするので、ただでさえね、やっぱその辺がない、あっても厳しいので、ちょっと厳しいかなと思ってます。で、やっぱり自分自身で防御系が薄いので、バリア、リレイズのトラマスっていうのはほぼ必須なので、で、特にリレイズのトラマスはゾンビマスクなんで、限定のトラマスで、まあ、持ってない人は今から入手することは不可能なので、まあ、その辺で敷居が高いっていうのもありますね。一番は、この後コラボが控えてるってところですね。まあ、水着ヘレナも限定のキャラクターにはなると思うんですけど、この後出てくるコラボキャラクターの方が対人としては重要になってくるかなと個人的には思ってます。はい、というところで今回は終わろうかなと思います。今回は水着ヘレナの性能に関して考察してきたんですけど、いかがだったでしょうか。めちゃめちゃねキャラクターの人気も高くてすごい期待されてたキャラクターなので、まあ、引いてる方は非常に多いかなと思うんですが、まあ、性能っていう面だけをピックアップしてみると、まあ、正直コスト100なのコスト90でも良かったくないって個人的には思ってますね。回避を使ってる方からしたら何の恨みがあるんだっていうぐらいめんどくさいキャラクターだとは思うんですけど、まあ、汎用性とか考えるとやっぱり魔法系で打たれ弱いのに防御系のバフがサブパラにしかないっていうのは正直今の環境だとちょっと厳しいかなと思ってます。
ので、水着ヘレナを弾こうと思っている方は、よければ参考にしてもらえればなと思います。よければ高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。